まるチャンネルです。今日も楽しくまるトークよろしくお願いします。では行きます。丸山敏夫伝119ページ。静かな最後、痩せ衰え、病状が悪化しても朝3時には起き、読書し、原稿を書き、その手習いを欠かさず、歌を読んだ。神に誓い、また太陽を拝んでいた。秋秋は、敏夫が亡くなる前日の12月13日の夜遅く、武蔵野の東の空に光の強い流れ星を見た。いよいよか、と予感したが、自らそれを打ち消し、そ知らぬ顔で帰宅した。奥の間に眠っている父を確認し、安心してその夜は休んだ。母、キクと共に、父の臨終を見とった竹焼の手記が、再起の様子を伝える。私は、父の左手を取って揉み始めた。だが、私は、揉むのは下手だった。父は、あるがままに揉め、と言った。私は途方に暮れながら、ただ、むちゃくちゃに揉んでいた。そのうちに、母が部屋に帰ってきた。そして、私と変わろうとした。と、息遣いが一層荒くなって、何か言いかけた。聞き取れなかった。何ですか?と、母は大声で叫び、耳をすすりつけた。父は、急ぐな。先のことを心配するな。自然に任せて処置を取れ。これでよい。喜べ。と、かすかに言った。私は、この時、はっきりと覚悟をした。不思議に少しもうろたえた気持ちはなかった。冷静に、父の言葉の通りにしようと思っただけだ。父の呼吸は少し落ち着いたようだった。12時40分頃であろうか、息が甚だしく荒くなってきた。再び汗が滲んできた。いよいよ最後だなぁと私は直感した。そして薄木さんのところに急いで行き、すいませんと言って来てもらった。それからすぐ極度に息は荒くなった。そしてほんの一瞬だけ、何とも言えぬほど悲しそうに顔をしかめた。だが、その顔はすぐ元に帰った。目の瞳孔が開きかけたのを私は明らかに見た。そしてある瞬間、息を吐き出そうとしたとき、痰が喉に詰まり、そのまま息が止まった。私は素早く父を抱くようにして、死ぬものかと大声で怒鳴った。母も何か叫んだ。先生と、すきさんも叫んだ。口を吸ったら、と、母は口をつけて、痰を吸い出そうとしたが、ダメだった。私も続けて、口をつけ、吸ったが、開いた父の口の方が大きくて固く、スースーと空気が入ってきて、役には立たなかった。私は諦めて、手首を握った。脈はなかった。そして、青い木、安らかな顔が、目を開いたまま横たわっていた。午後0時42分であった。昭和26年12月14日、敏夫は60年に満たない人生に終止符を打った。告別式は、12月2000人の参列者を迎えて行われた。そこは、幾たびか熱声あふれる公演で、聴衆を魅了した思い出の場所でもあった。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は本当に最後のお別れのところでしたけど、うん、人が亡くなる経験されたことありますか？見とった。私立ち会ったことないんだよね、まだ。もうこの年になって初めてその場面に出くわした人間というその命というか、そういう瞬間を体験しました、うん、なんか本当に亡くなってしまう、本当に、うん、人生の終わりという瞬間
だっていう。で、なんか普段は座ってみんないて負担に脳裏の生活してるんですけど、その日が来るんだなと思いました。丸山敏夫先生はもう皆さんに愛されて、最後の最後まで言葉を残されて、この最後の急ぐな、先のことを心配するな、自然に任せて処置を取れ、これで良い、喜べ、もう何とも言えない言葉です。全てのことをこの言葉で伝えているなと思いました。息子さんにも奥さんにも、こういう、私は安心、私のことは心配せんでもいいよ、安心して、プラスもう先のこと、もう伝えて、このしんど、多分しんどいと思うねんけど、その時にこういう言葉が出るって、ね、本当にすごいなと思います。なんかその長さんのさ、こう立ち会った人の時はどうだったの？私は主人のお母さん、亡くなる時に、私も、周りでそういう亡くなった方がいなくて、この年まで、もうおじいちゃんおばあちゃんの、最後というか、亡くなってから会ったというかなんですけど、主人のお母さんはもう私一人で、最後なんか息がだんだんと荒くなってきて、じゃあそのきっと、息をする期間がだんだん長くなってきて、最後の一息でここね、書いてましたね。息を吐いて吸ってがだんだん短く長くなってきて、最後の一息はすごくはーって吐いて終わるの？吸って終わらなくて吐いて終わる。分かんない分かんない、どっちだったの？どっちだったのかな、最後の一息はどっちだったかも忘れましたけど、もうなんて、お母さん言うて、ああ、チョモさんがね、でもう、あーって なりまして、で、その後、要はテレビとか本とかで見て、なんかこう、肉体と体がこう離れていくやんね、その最後、その時に、あ、お母さんこれちょっとどこって、そっと上を探して、で、お父さんが迎えに来てくれたんやんなとか思ったり、あ、お父さんも亡くなってられるのに、お父さん迎えに来てくれたんかなとかって周りを見回しました。探した。チョモさんはその時一人で立ち会ったの？そう、一人、本当に一人やって。病院の人は、よ、息が止まるいう感じの時に呼んで、私は本当に最後一人でした。来てくれない、まだ来てこなくて、電話、ナースコール、ナースコール、あ、じゃあもう本当にそれはそんな長い時間じゃなかったんだ、急に息が荒くなって、そう長くなって、深呼吸みたいな感じで、過呼吸じゃなくって、その前は荒かったんだね。そう、なんかこう、それこそ痰がこう、痰がこう詰まってたりしてて、息が辛そうだったけど、それがだんだんこう長くなっていって、こんな感じで、私も びっくりっていうか、ああと思って、こういう時、こういう瞬間、体験して、
けど、チョボさんいてくれてよかったね。あ、そうですよね。そう、前の日から、うん、遠くに住んでるから行ってて、本当に私がその最後っていうのは、うん、ちょっとありえない設定というか、うん、私が遠くから行ってその日次の日にって感じだったから、なんか私を選んでくれたんかなとか自分で勝手に思ったりして。ああ、そうね、息子よろしくみたいなね。不思議なね世界、うん、息を引き取った後とか、うん、おるかなとか探してしまって。そうよね、目の前ってそんな感じなのかもね。ちょっと前まではそこに息吸ってたわけだもんね。そうそう、なんか私が一番近い死に近かったのは、おじいちゃんが老人ホームに入ってて、うん、で結構こまめに行ってたのね、うんうん、まあ、最後会った日がなんかすっげー目がギラギラしてるっていうか、多分瞳孔が開いてたのかなみたいな。あ、で、うん、まあ、年だからさ、うん、でなんかいつもに増して喋るし、なんかお今日行ってんなみたいな、まあほらちょいちょい待ってるから今日行ってんなみたいな感じで思ってて、でまあ普通に喋ってお茶一緒にして、でじゃあまたね来るねって言って帰って、それの2日後にね、なんか寝てる間なくなっちゃって、あ、まあ、老衰よね。うん、あ、老衰ね、うん、こう夜の循環でも亡くなられてましたみたいな感じだったでしょ。まあね、でもいっぱいお話できてよかったね。うん、前にどこね、なんかね、あーって、あれは死ぬ前兆、あ、目がギラギラしてたのは あれは死ぬ前兆だったのかと思って、うん、そう、なんかね、うん、そう、おばあちゃんが死んでずっと、うんうん、まあ元気で自分でお風呂入ったりご飯食べたりとか食器洗ったりとかしててくれたんだけど、もうほら年を取ると肝臓とかがやられるじゃん、ママが体の機能がもう一個ずつやられていくわけよ。でも肝臓はやられてもさすがにね、なんかしないといけないらしくって、もうそのまましたら死ぬからさ、肝臓なんてもうやっぱなんかそれで行ってもう入院して老人ホーム流れだったんだけど、腎臓来てからダタタタタって半年ぐらいだったね。あ、もうあれって感じ。あ、もう内臓がもう弱、みんなねちょっと弱って、腎臓って言ったら一番ね、あ、こう循環で大事な、ね、うん、おしっことかね、いろいろフィルターだから、うん、こうなんか体はずっと元気だったのよね。まあ、脳もちょっとやられてるっていうか、まあ年だからさ、お薬飲んでってはいたけど、やっぱ入院するまで自分でご飯食べて食器洗ってっていうのをしたから、やっぱすごかったなとかも。ああ、そうなんですね。私皮膚とか体が強いのはおじいちゃんにかなと思うぐらい。おお、いいとこいただいて。あ、うん、いいとこもらったなとか思う。なんかいい関係というかね、さくらちゃんとおじいちゃんって感じ話聞いてたらいい感じ、ね、別にそんな仲良かったわけとか全然ないんだけど。あ、本当にまあけど近くに住んでたけどね、まあ、けど若い時に友達も死んだりとかしてて。ああ、そうなんや。あれはなんか不思議な感じで、うんうんうん、あとなんか戦争でさ、よくさ、なんかさ、戦死した若い人とかがいるわけじゃん、うん、あの人たちのためにさ、今のさ、おじいちゃんおばあちゃんのさ、なんか生きようみたいな力が強いじゃん。ああ、そういうことか、うん、私のなんかそう感じてるのはね、なんか、うん、なんかもうみ
なの分まで行きますみたいな、隠してね、行きれなかった人がいるからみたいな感じであるけど、私も友達が20代そこらで死んだ時は、うん、あ、この子の分まで生きようと思った、うん、あーあーそっか、あの曲やね、え、なんかあんの、ハリウシ58やった、僕の生きる今日はもっと生きたかった誰かのどうかもしれないっていう、あー、私があって、そこが大好き、さようならだらって、あ、知らない、あ、知らない、やばい歌ってしまった見とく、 YouTube 見とく、あの曲はほんまに心に染みます、いい曲聴いた、ありがとうあら、気づけばお時間ご視聴ありがとうございました。いいねボタンを押してもらえたら増えて嬉しいです。それからチャンネル登録もしてください。どうぞよろしくお願いします。では今日もありがとうございました。またねー。